孤独というのはそのアルコール依存症の2倍ですね。タバコを1日15本吸うことに相当するぐらいに健康に悪影響があると言われていますね。例えばテレビなんかでもやっぱり健康のためにはこれを食べましょうっていうことは言うんだけど、健康のためにつながりましょうっていう人っていないですよね。まるでおじさんになってくると新しい情報を得たい人がいるんですって。ただ新しい価値観を得たい人はあんまりいないと。だから情報のアップデートはしたいんだけど、価値観のアップデートをちょっと雑誌が提示すると途端に部数下がると。効果あったこと、これ結構手応えあったかなっていうのはないんですか？そうですね、幾度にですね、それは素晴らしいっていうのはスナックですね。スナック、皆さんこんにちは、ピボットの佐々木則彦です。この番組ピボットトークでは経済やビジネスや社会の重要テーマについて専門家の方々とともに対話していきます。今回のテーマはですね、ズバリおじさんの孤独ということで、日本のみならず世界で今やはり孤独というのが大きい問題になってますけども、特に日本、これは世界一日本のおじさんは孤独というふうにも言われてますけれども、それ何が問題なのか、そしてそれをどう克服していけばいいのか、今回はそれを専門家の方々とお話ししたいと思います。本日ゲストにお招きしたのはおじさんの孤独研究家の岡本純子さんと産業医の大室正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ岡本さん、おじさんの孤独研究家、岡本さんこういうまさしく世界一孤独な日本のおじさんっていう、これ私も 2,3 回読みましたけど、2,3回読みましたこれもあのすごく売れてる本でもありますし、はい、そうでもないです。そうでもないですか？もっと売れてる本持ちですか？あの最高の話し方というダイジェストスラーも、けどこれも10版もかかってますし、これ書かれていて、ここにですね肩書きでやっぱりこうおじさんの孤独研究家と書かれてたんで、ちょっとこの孤独あの肩書きにしたんですけど、はい、あのどんな研究家ですか？この本を出した時にはですね、はい、本当にこの孤独なおじさまたちがもっと楽しい人生を送れるようになるお手伝いをしたいなということで、はい、この本を出したんですが、はい、もう反応はですね、はい、余計なお世話だって、余計なお世話ほっといてくれっていう、ほっといてくれ、はい、っていう方がとても多くてですね、はい、おじさんの孤独研究家という看板をちょっと最近下ろしておるところでございます。あまりに風当たりが強くて。そんなに来るんですか？すごいですね。やっぱコメント欄とか見るとですね、はぁ、孤独の何が悪いっていう、はぁ、そういう捉え方が非常に多くてですね、やっぱり孤独って非常に微妙なテーマとか、金銭に触れるテーマなんだな、言葉なんだなってすごく最近感じますね。ですよね、今日のまさしく、ね、テーマにも入ってきますけど、やっぱ孤独をかっこいいと考えたり、はい、高倉健さんじゃないですけど、はい、孤独は孤独みたいな感じですか？そうですね、美徳だみたいな、ね、美徳だっていうのはね、はい、高倉健さんいいですかね？高倉健さんも実はですね、はい、やっぱり人生においてつながりが何より大事だっていう言葉を残してらっしゃいました。誤解なんです。実は誤解なんですよ。侍みたいにって、侍は決して一人ではなかったとか、皆さんのなんかこう勝手な、もう勝手な人じゃないですけども、やっぱりイメージですよね。やっぱり強くあれっていう。わかりました。今日はじっくりお伺いさせてください。よろしくお願いします。はい、もう一方のゲストが産業医の大室さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大室さん、産業医として今何社と契約されてるんでしたっけ？三十数社ですかね。35、2、3、4社ぐらいかな。そうですよね。はい、そういった中でやっぱいろんな方と診断していく中で孤独の問題、特にリモートになった後の孤独の問題とか、そうですね。日々向き合ってんじゃないですか？そうです、向き合ってますね。やっぱり僕はですね、老若男女というか、要するに上司も部下も男性も女性も、いろんな階層の方と毎日お話をするんですけれども、やっぱりある程度、特に、メンタル不調なんか起こした方と面談することが多いんですけど、やっぱり、傾向性はありますね。ただこのコロナ禍ってことにおいて、今回のテーマと逆ですけど、逆に若い女性とか一人若い女性、その要するにリモートになってしまって、今まで得意だったことがこうできなくなってるわけですよ。だからむしろそこの部分がガッと下がってるとか、本当にそういう傾向はあります。ただ総じて言えるのは、やっぱりおじさん、こういう特にもうメンタル不調を起こしてる方ってですね、辛いとか、そういうコミュニケーションするのは苦手だなというふうに思いますけれども、ただ今日のテーマ、おじさんがについてですよね。これですか、世界一孤独な日本のおじさんっていうのが、おじさんについておじさんが喋るっていうか、ちょっと僕もなんかカジュアルな、なんか自傷行為みたいな。いうことで、自分のことはさておきです。ちょっと喋らせていただくと思います。よろしくお願いします。お願いします。おじさんって何歳以上なんでしょうか？そうですね、特にその定義はないんですけれども、やっぱりこうある程度世界がこう狭まってくる40代ぐらいからですかね、どん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 その、どうですか？まさに我々おじさんに入ってきたところですよね。おお、そうですよ。ベ
や本当冷静に考えると本当友達とかね、うん、あまり年取るとできないですもんね。そうなんですよです、ね、そういう人もいる一方で、うん、どんどん逆にですねおばちゃんになると友達が作りやすいって人も多いんですよね。女性はね、上手い方もね、習い事大好きでみんな習い事行って、うん、それ友達でもないけど知り合いは増えるっていう、あとママ友とかですね、いろんなこう世界がどんどん広がったりする人もいますよね。面白いですよね。そうですよね。早速なんですけど今日はちょっと2つのパートに分けて話していきたいと思うんですが、まずパート1ではこの課題問題認識ってことでおじさんの孤独って今どういう状況なのか、なぜこれが問題なのかっていうことをちょっとあのデータなんかも使ってですね振り返った後で、パート2ではこの孤独なおじさんを救うために企業とか国とか個人あと家族とか地域社会何ができるのかっていうそういった希望についてパート2では語っていきたいと思うんですけど、まずパート1です、はい、今おじさんの孤独どんな状況なんでしょうか。はい、いろんなデータは揃っています、はい、でつい最近ですかね 2,3 年前の内閣府の調査でも、うん、はい、やはり60歳以上の男性の場合友達が1人もいないという割合が4割 4割ですか。はい、女性の場合は 23% ぐらいですね。これが例えばスウェーデンとかドイツとかだと10何パーセントという比率なので極めて高いですよね。あ、まあ、こういろいろデータありますけれども、はい、どれにしましょうかね、うん、しましょうか。やはりその家族がやっぱり非常にこうつながりの基本なんですよね。で家族がないと非常に孤独になってしまう、うん、やっぱり家族に依存する割合がやっぱり日本は強いっていうのが特徴的かなと思いますよね。これはこのデータだと日本とアメリカとドイツを比較してるじゃないですか、今日なんか一方でなんかアジアの国とか特に中国とかと比較すると日本ってもう家族の関係すらも希薄化しててそんな家族のつながり強いように思えないんですけどどうでしょうかこれって。あ、そうです。だからもう家族に今依存していたんだけどそこもいなくなってしまうと、うん、もうそうすっかりこうもうないんですよね、そのセーフティーネットが、うんうんうん、だから、ね、先生いろいろと研究なさっててすごいいい言葉を言ってらっしゃって私は感動したんですけども、そんな研究してましたかしてますよ。すごいいい言葉、私ちょっと どっかにメモしてきたんですけど、うん、他の先生じゃなかったですか。いや大物先生ですよ。え、違います。素晴らしい。ちょっと今の場でテーマどうですか大村さんとしては。まあそうですね、やっぱりこう、うん、日本っていうところでいうと例えば終身雇用で、うん、まあ、定年まで働く方が多いのであんまり人のつながりということを自分から自らアクティブにやるってことあんまり意識してない、まあ、会社ってどこか一つのコミュニティ機能だったんで、うん、会社、家、会社でなんとかなるんですけど、うん、今会社もそれこそ転職が当たり前、リモートが増えてきた、うん、で家庭は昔にも希薄化してるし、うん、まあ、今離婚率も、ね、昔より上がっているみたいなところで言うと、うんうん、例えばそこの間を埋めるような例えば、ね、欧米なんかだと例えば教会に週末通うとか、はい、まあ、あと他にもボランティアのコミュニティってあるじゃないですか。日本はそういうのがあんまりないので、そういったこうワンクッション入れるようなコミュニティがないのでこう急にその会社はリモート家庭はってなった時にボンとこうノーガードできちゃったからですよね、うん、まあ、いろんなことがっていうイメージはありますけど、うん、あ、分かった。つながりの規制緩和っていう言葉ですよ、うん、どういうことですか。あ、そうですね。それ大村さんが言ったんですね。そう、すごいいい言葉だなと思った。あ、まあ、その昔はねだからそれこそそういうふうに会社っていうところでもう一生いなきゃいけないとか、うん、家族とか地域とかいろいろなことに、まあ、ある種固定化して縛られてるところが、うん、自分からなぜこの会社にいたいのかとかなぜこのコミュニティに所属したいのかってことで、まあ、ある種規制緩和した方がいいですよ、うん、まあ、規制緩和すると、うん、まあ、大体勝ち組と負け組が分かれるっていうのはもうこれ世界の常ですから、うん、まあ、金融の規制緩和とか、うん、まあ、恋愛もそうですね、うん、まあ、お見合いの時代から規制緩和したらめちゃモテる人と、うん、そうでもない人が出てくると、うん、やっぱ規制緩和っていうのはある意味ではすごくいいんですけど、うん、やっぱ負け組を、作ってしまうというところ、うん、だからそこなんかは必ずその規制緩和すること自体は僕はすごいいいと思うんです。つながりの規制緩和でさまざまなコミュニティに会社、まあ、学校だとそうですよ、学校と部活、うん、もう全部つながってるよりも、うん、やっぱ勉強とクラブチーム分けた方が僕なんかはいいと思うんですよ、うん、はい、ただそういう時にやっぱどこも所属でがうまくいかない人で、うん、孤独っていうのは一つのテーマ、多分前昔は孤独よりもいじめとかのが多分テーマだったかもしれません、はい、でも今はどっちかっていうといじめられないけど孤独っていうのがもしかしたらもっと増えてくるか、これ学生とかもそうですね、うんうん、あ、そういうことですよね。そうですね、うん、
でその孤独ってやっぱ本当体に悪いわけですよね。そうなんですよ。ここにもデータにもありますけれども、孤独というのはそのアルコール依存症の2倍ですね。タバコを1日15本吸うことに相当するぐらいに健康に悪影響があると言われていますね。だから一生懸命そのじゃあタバコを吸わないとか、いいものを食べていても孤独であることによっても相殺されてしまうっていうことなんですよね。それぐらいその死亡率の関連性が高いというふうに言われていますね。これは本当によく最近です予防医学で何がどんだけ体に悪いかって言ったら、本当に人はやっぱね、つながりの生き物ですから、はい、まあ、それが一人になってしまうというところだとね、非常に体に悪い、まあ、データを取る平均というか、マスで見るとそうだ。ただね、これ難しいのが、そう、先ほどちょっとほっといてくれっていう、余計なお世話だっていう人っているじゃないですか。で、例えばあるデータだと逆に言うと老人の自殺率って圧倒的に同居老人ですよ。やっぱり人間って人間の健康に寄与するのはつながりでもあるけども、人間を一番辛くするのも多分つながりなんですよ。独居老人の方が自殺率低いですから、だからこれがまあ難しいところなんですよね。だからまあ一方でほっといてくれ組っていうのがいるのも分かるんですけど、あとこれ健康の問題なんか全てそうですよね。太ってる人に太ってるのは体に悪いって言われてもほっといてくれって多分思うんですよ。ただまあ社会全体で見た場合、それが引いては医療費の上昇につながったりとか、例えば慶応 の、 介護保険の立役者の慶応の田中茂先生なんていうのは、医療は平時の国防であるっていうぐらい、やっぱりこうだから別に自己責任でその健康状態が悪い人たくさんだから、それがひいては治安の悪化になったりとか、医療費の上昇とか、だからそれがみんなの問題として結局返ってきてしまうっていうところもあるじゃないですか。だからまあ実は孤独も多分そうで、そういうふうに個人の問題としてミクロで見たらほっといてくれの人もいるかもしれないですけど、やっぱりそれがひいては社会の問題になって帰ってくるんで、やっぱり考えなきゃいけない問題かなと思います。孤独っていうのがちょっと誤解されている面がすごく日本とあると思うんですよね。英語だとロンリネスとソリチュードって言って分かれていて、一人ですごく楽しい、一人でほっといてくれという人はある意味本当 の、 その孤独ではないんですよね、はい、だから誰かと一緒にいてもやっぱり孤独感を覚える人っていうのもし、誰か頼りたい、でもやっぱり寂しい不安だというその思いのことを孤独と本来は言うので、そちらの話を今日はしていて、一人楽しいっていう方はまたそれでいいんじゃないでしょうかっていうことを、一人様天国ですかね、一人と孤独は本当違うということですよね。そうですよね。岡本さんって海外での生活とかも生活経験も豊富でいろんな国見ていらっしゃいますけど、その日本におけるちょっと孤独のあり方って、孤独になりやすかも含めてちょっと違いますか。要するに他の国だったらなんか社交が当たり前だったりするじゃないですか。それはすごく感じますよね、やはりその孤独になりやすい要素がこれほど多い国ってなかなかないと思うんですね。でも本当に隣の人と喋るとか知らない人と喋るっていう習慣もないですし、本当に別に強いつながりでなくてもちょっとしたおしゃべり、お風呂屋さんに行ってちょっとおしゃべりするとか八百屋さんと喋るとか、それで随分孤独って癒せるんですけれども、そういった環境もないですよね。先ほどおっしゃったその教会とか、やはりまあ趣味の世界であるとか、やっぱりそういったそのソーシャルキャピタル、社会資本と言われるものが非常に低いので、そこがやっぱり大きな痛手になりますよね。もともと日本ってなかったんですか、それとも戦後一時期からそういうふうに急速になっちゃったんですかね。そもそもやはりこの家族会社っていうものがもうそこの受け皿であったものがスポット抜けてしまったので、そういったいわゆる共助の部分ってもともとなかったのかなという気がします。もともと江戸時代とかあったのかもしれないですよ、長屋のなんとかとか、そういうのがどんどんなくなって、やっぱ各家族化して都市化して、やはり人と人のつながりというのは本当に抜けてしまうと、もう家族に頼るしかないっていうような形になってしまってますよね。そうですよね。なんか坂谷太一さんが本で書いてたのは、やっぱり日本がこの楽しくない国になったのは流通の無人化が進んだからだって書いてたんですよね。コンビニもそうですし、人と話さずに生活できちゃうじゃないですか、日本って。いつの間にかそれでワンルームマンションに住んで、今高層マンション住んで、もう誰とも話さないじゃないですか。多分その、1920年30年ぐらいから、農村から都市部に人が集まってきて、戦後の集団就職の頃なんかもどんどんこう、東京とか大阪とか大都市圏に人が集まってくる。でそういった、ある種のこう人たちは村社会の、ある意味その孤独の逆ですよね。 うざいっていうところから逃げるための状況っていうのは、寂しくもあり、ある意味快適でもあった人もいるんですよね。だからワンルームマンションっていうのはある意味いい象徴だった、天国だったわけですね。でその一方で、そこでは会社に入ればまたそこでもう一個こう仮想化された村があるわけですよ。でそこの村社会にはいずれにしても、
都会に来ても結局就職してしまえば村社会、ある種の村に所属していかなきゃいけないし、村の掟を守んなきゃいけない、うん、で、まあ、なんならば仕事をして夜も一緒に飲み行って、その後土日もゴルフみたいな、だからそのコミュニティにずっと所属していかなきゃいけない、その辛さの時にワンルームマンションとか、うん、コンビニで何にも言わずに買い物ができる、はい、食券で買い物してラーメンが食べれるっていう、うん、一言も喋んなくて済むって生成するわけですよ、あ、はい、で今会社でも喋んなくなるじゃないですか、それでコンビニ行っても喋んないって、リモートでなんか1ヶ月間一人も喋ってないとかいう人いましたね、やっぱり。あ、そうね、だからまあ今までこうあまりにも共同体のうざさっていうのかな、うん、重さの反作用としてお一人様が発達したのに、今そこが副作用になって戻ってきてるって感じ。そうですよね。そういう意味じゃコミュニケーションがもう自然と学べるものじゃなくて、もう意識して学ばなきゃいけないものとか、最近も大学の先生と話してたら、やっぱ学生がコミュニケーションできない子が多くて、もうコミュニケーション学みたいなものをもう授業で設けないともうダメなんだと、まさしく最高の話し方のベストセラー著者ですから。いや、はい、本当にそこはすごく強く感じていますよね。やっぱりコミュニケーションって記憶だと思うんですね。こう記憶の積み重ねて、やっぱコミュニケーション力っていうのはこう強くなっていくところがありますよね。こう愛された記憶、喋った記憶、近所の人と喋った記憶、それがないままに親世代も孤独、そうするとどうやって喋っていいのか子供にも教えられない、親が教えられないし、で学校でもそもそも先生もちょっとコミュ障とかいうことで、全然そのこう楽しいコミュニケーションの記憶が積み重なっていかないんですよね。そうするとどん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 と皆さんがこう人が怖いっていうなって、まあ、人はあの毒である薬であるって言われますけれども、やっぱり毒の部分しか見てない、もう怖い怖いってなってしまうと、人と本当につながれない、話せないって方は増えているいますよね。そんなに楽しい思い出ないですかね、コミュニケーションの。なんかそんなにですか。小さい、あのもうそもそもずっとマスクして、マスクを外せない子どもとかも増えてますし、あ、まあ、親そのものが本当にじゃあ雑談して友達いっぱいいるかっていない世代ですよね。大森さんとか毎日飲みに行って暇があったら喋ってるじゃないですか。どういう人生を送ってきたらそういう風になるんですか。いやまあだからこれはあんまり、どちらかというとそれね、まあ僕産業医ってそもそも仕事自体が珍しい仕事なんで、同僚あんまりいないんですよ。あ、だからまあその、あと会社に例えば僕昔ジョンソン&ジョンソンってこの健康管理センターにいましたけど、上司もいないですけど部下もいない、別にいないですよね。だからなんかある種こう自分から行かないとあんまり人と喋ってくんないんで、だからまああんまりこう年齢とか、あと地位かな、よくママ友ランチは成立するけどパパ友ランチ成立しないっていうのは、名刺もらって会社名とか地位とか職業を気にしないとちょっと喋り方が分かんないでしょ、多いんですよ、男の人多いんですけど、僕もともとあんまり職業柄も自分の個人もそうですけどあんまなかったのかもしれないですね、そういうのは。そう、私もフリーになってすごくそれを感じますよね。会社員時代っていうのはやっぱ会社のつながりがある、まあ、それがしがらみであり、そこから逃れたいという意識があるんですけど、完全にフリーになると、まあ、やっぱり一人一人で生きていけないので、仕事もできね見つからないしということなので、やっぱりつながっていかなきゃっていうふうになるんですけど、多分そういう気づきがあるのが皆さんこう定年退職後なんだと思うんですよね。なんかまあ40ぐらいでこう起業したり一人になったりすると、やっぱりつながりって大事だよね、人つながらないと生きていけないね、だから飲みに行かなきゃみたいなことになるんですけど、どちらかというとそれがうざいのがずっと続いてしまって、でずっとそこの中で人間関係を新しく築くってい こう力っていうのはなかなか培われないですよ。特に転職もないし、日本って。そうですよね。転職のために一生懸命こうコミュニケーション力鍛えようみたいな。そうかそうか、この転職のために必要ですもんね。ね、確かにな。会社の飲み会嫌いってなんかこうよく日本的って言われるじゃないですか。で外資の人はそういうのはないとか言いますけど、それね、見ようによっちゃまあまああるっていうか、外資の人ってこう例えば人事なら人事の世界で将来も生きていくんで、上司転職するんですよね、なんかあったらその人が呼んでくれるかもしれないんで、そういう意味で戦略的に一緒に飲み行ったりするんですよ。すごい戦略的あのだから身を守るために飲み行くんですよ。だからそういう意味ではなんかこう、あの飲み会嫌だとか言ってるのは、まあ、なんか守られてる証拠でもあるんですよね。すごくまだ雇用とかいろんなことが、なんかそれはもうフリーとかになると人とのつながりみたいなことは一個一個がこう何かにつながるかもしれないっていうことだったりするので、コミュニケーションってある種身を守る雑談ですら、なんかある種のこうジョブセキュリティというか身を守るための手段みたいなところもあると思いますね。これちょっと一つ、その日米での年を重ねるにつれての幸福度の変化っていうのが、これ典型で面白かったんですけど、これもこちらの名著から持ってきた図ですけども、これなんでこんな差が出るんですか。日本は年重ねにつれて幸福度下がっていく、アメリカはむしろ上がってますよ。
これ何ですか、こんだけ対照的に。本当さまざまな、ね、要素があると思うんですけども、うん、やはりそのアメリカとか海外とかだと、うん、ある程度人生に対して見極めて、まあ、こんなもんだというふうな気持ちになるんだってよく書いてあるんですよね、うん、で日本の場合は、まあ、私はやっぱりつながりというものが何よりもその幸福感に影響を与える要素であるというふうに考えているので、まあ、ハーバード大学の有名な75年間同じ人を追い続けた調査というので、うん、人間のその幸せを決める要素、あの要因というのは何よりもつながりであったということなんです。お金でもないし、ね、その仕事の成功でも何でもなくて、結局はやはりそのつながりがあるということ。だからつながりを恵まれていれば、まあ貧乏は困るんだけど、ある程度あれば、まあ、それでいいよね、孫がいてって言ったのは楽しいかななんていうことになるんだろうと思うんですけど、やっぱり日本はどん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 やはりその孤独になっていって、年を取れば取るほどやはり孤独になりやすいところもあるので、そういったことも影響しているのかなと思ったりもします。ちょっとここの研究はどうですか先生。僕もそうだと思う。やっぱつながり、あの大学時代北九州だったんですけど、よくあの会社なんかでよくね、博多の会社なんかよく行ってましたけど、博多って山笠ってあるじゃないですか。あります、うん、あの1年にあれにかけてるおじさんたち、うん、であの決して別になんかすごくなんかお金持ちの会社に勤めてるわけでもないけれども、うん、なんか楽しそうですよね、うん、やっぱあのまさにあれだと思うんですよ。でああいうそれがまだ地域コミュニティが残っていて、うん、まあ、山笠とか、うん、まあ、あれもある種見ようによっちゃ薄い宗教ですよね。だからまあでもそれはまあ海外でいうところで教会で何かやるとか、うん、そういうことがあるようなところはいいんですけども、例えば会社にこう毎日通ってた郊外の例えばニュータウンだったら別に隣近所として別にそんなに知り合いないんですよね。でそこで定年後に一人になるとしょうがないから急、ね、だからマンションの管理組合でなんかなんとか庄司元部長とかよくわかんない名刺とか配り始めちゃったりとか、いまだに地位に縛られてるみたいな、なんかそういうことになっちゃったりするんで、まあそういうつながりということがまあ意外とだからこうね、なんかよくちょっと半分やゆめにマイルドヤンキーとか言いますけど、やっぱりこう地域とかのなんか縁とかでなんかやっぱ楽しそうなんですよね。そうですよ、うん、祭り重要ですよ男性にとっては。うん、男性ってあの特にですね、やっぱり女性ってこうフェイストゥフェイスで延々コーヒー一杯でもうずっと喋ってられるんですけど、男性の場合はショルダートゥーショルダーって言われて、何か一緒にやることがないとコミュニケーション取れないって方すごく多いんですよね。仕事を一緒にやるとか、それこそお酒を飲むとか、何かやっぱ言い訳が必要なんですけども、祭りは最強ですよね。そうか、そういった意味でも祭りとかやっぱりだからテーマがあるとか生まれる。でそこでそれをやった後に一緒に飲み行ったりができるんですよ。だからまあフットサルでも何でもいいんですけど、うん、まず何か置かないと、コーヒー一杯だけ置いてさあどうぞって言われても喋んないですね。口だけじゃダメなんですね、男性は。男性はが多いと思います、そうなんですね、あの数の上ではね。さっきちょっと薄い宗教って話ありましたけど、うん、やっぱまあ今ね統一教会の問題とかいっぱい出てますけど、うん、まあ、宗教って別に人間の心の平静のためにいい宗教もいっぱいあるじゃないですか。ありますよね。なんかああいう新興宗教入るのもやっぱり孤独だからっていうの背景にやっぱあるんですかね。いやあると思いますね、うん、やっぱりあの宗教って、うん、まあ、ある種の例えば結構ね、例えばなんかすごくご家庭でなんか不幸があったりすると、うん、行くと必ずいるんですよ、同じような境遇の方が、はい、でそうするとなんか海外なんかだと例えばそこだけを切り離したダルクみたいな、例えばこう同じ境遇の例えば配偶者をがんで亡くした、あとなんか薬物中毒とかそういったこうコミュニティってあるけど日本ってないん でそうすると結構新興宗教行くと、まあ、例えばお子さんに障害があってとか必ずいるんですよね。でそうするとそれが一種のなんかこう互助会的なものとして機能するっていう、だから そこの信仰、純粋なる信仰というかコミュニティの一部を代弁してくれてる人がすごく大きい。そうですね、私も最近その孤独救済ビジネスっていうのがまさにも宗教そのものじゃないかなと思うんですね。一番やはりどんな人の苦しみの多くはやっぱり人間関係から来てますね。つまりもコミュニケーション、孤独の問題だと思うんですけど、やっぱりもういじめでも虐待でも多く その社会的問題 の根底にはやはり孤独があるっていうのはアメリカの公衆衛生長官の方が言ってらっしゃるんですけれども、まあ、依存症とかね、なのでやはりそういったそのつながり不全みたいなところはやっぱり非常に辛いんですよ、うん、はい、もうあの心の飢餓なんですよね、うん、だからそれを我慢してですね、もう一つあの日本には宗教がありまして孤独推奨ビジネスっていう、あのそんなありましたっけ。いや孤独でいいんだ、孤独かっこいいっていう、まあ、方々結構いらっしゃるんですね。黙って男は札幌ビールみたいなやつですね、はい、だからそれと孤独救済と両方あってですね、いやこれで耐えなさいという文化がすごくあるので、いやいやじゃあ人に相談できない、サポートなんかね頼れないっていう人がやっぱりでも耐えられないって言ってそっちの方に行ってしまう可
能性もあると思うんですね。孤独を別に悪だと言ってるつもりはないですけども、そのリスクみたいなものはやはりこう認めてですね、やっぱりまあ、ね、一人はいいけれども孤独はかっこいいよねとか美徳だよねっていうそのカルチャー、僕日本独特なんですけれども、ここはなんとかした方がいいんじゃないかなというような気がしていますよね。なんで二極化しちゃうんでしょうね、推奨とそこのね孤独救済ビジネスと。孤独ってやっぱスティグマって言われますよね。特に男性はやっぱりそこを認めたくない、そこに向き合いたくないっていうのと、どうなんでしょうか。まあ向き合いたくないっていうのと、あとはまあ強制的につるまされすぎた部分気づかもしれません、うん、あうまいこと言いますね。そっか、それこそそういう山笠とかも楽しそうですけど、うん、じゃあ僕が入れって言われたら結構辛いですよ。濃いですもん。うん、濃いからやっぱそういったところに対しての、まあ、強制的に組まされて学園祭実行委員やらされたとか、うん、まあ、それこそそういうある種の、まあ、ヤンキー的と言っちゃあれですけど、うん、まあ、ある種の、まあ、よさこい的っていうのかな、まあ、なんかああいう感じを、まあ、強制的にすごく連帯させられるんですよね。どちらかというとこう自分で単位制のように、うん、あ、俺あのコミュニティ得意そうだから入ってみようって形で、うん、まあ、最初からアラカルト方式だったらいいんだけど、小中高と遅延とかその学校みたいなところに強制的に同じところにグワッとされて、うん、一緒にいたんでそれに対する反作用でお一人様万歳って言ったけど、実は結構それが将来結構です、だんだんボディーブローで効いてくると。そっか、だからもしかしたら小学校とか中学校の時からあの勉強はここ、うん、でも例えばクラブチームでサッカーやりたい人はそこっていうふうにちょっとコミュニティを何個か生き生きするような訓練をしてる方が、うんうん、もしかしたらその何ですかね、こううまいことの距離感みたいなのができるかもしれないですね。そしたら村社会的な伝統に、うん、まあ、近代教育的な確立的なものが重なって、うん、合併症みたいになってるんですかね。村社会的なあの例っていうのはそこの 村の一員になれた人が心地いいんで、うん、まあ、そこのなんかこうコミュニティとかに所属してる心地よさが気づかないぐらいもう安定してるんですけど、いざそで結構状況組ってそこから不具合を起こした人が少なくないですよ、うん、そもそもあの、まあ、そこの環境が気持ちいい人は自分の残っていいんですから、うん、だから状況組の方なんかが、まあ、それこそそういう都会を作ってるわけですよね。でそういう方から見るとあえて連帯っていうと田舎でやなんかこうあの時に嫌だった思い出とかもあるから、うん、っていうのがまず一つだし、あとやっぱ会あとはまあ東京に来ても会社っていうところが連帯を無理くりこうギュッとさせてたんで、自分からコミュニティを選ぶっていうことを訓練してないかな。確かに選択してないですね、うん、やっぱそれなかなか難しいですよ、地位とかがない。テクノロジーはどうなんでしょう、要するにインターネットができたり SNS ができたりメタバースができたり、テクノロジーがそれを補完するみたいな意見ありましたけど、どうなんでしょう、日本人にとってそういうテクノロジーは孤独を癒す助けになってるんでしょうか。補助ツールにはなると思います、うん、すごく補助ツール補助ですね、補助ですか、はい、うん、置き換わることはないんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりこう感情を伝えるとか共感するっていう意味で、うん、まあ、確かにその LINE でねいいよねなんていうことはありますけれども、それだけでいいのかなっていうとそうではないですよね、うん、いわゆるエレベーターピンじゃないですけど、あと、うん、立食パーティーじゃないですか欧米って、うん、だから会った瞬間1分で掴む人うまいんですよね皆さん、うん、日本って居酒屋とかでこう10人とかなってても最後の30分ぐらいは急に盛り上がりだしたりとか、最初がダメっていうのがあるんで、そういう時にやっぱりメタバースとか例えばそういうなんかこうソーシャル内でつながっていた人がいざオフ会ってなった時に、もともと最初火つくのが苦手な日本人でもなんかオフ会盛り上がるんですよ、あの共通の話題とかがある。だからまあ補助ツールにはすごくなると思いますね。あのこんだけツイッター匿名で使う国ないっていうぐらい、匿名で一回こう出しといてここは大丈夫だ自分にとって安全性があるって時に初めて画面で思います。じゃあ最初からむき出しでいくのは結構苦手かもしれないです。そうですね。あとちょっとデータを加えると、やっぱりそのさっき男女の差もありましたけど、特にシニアの層の方になると男性の孤独の比率がやっぱりこれ出ますかね、やっぱ圧倒的に高い。これ一人暮らしの高齢者の孤独度、男女比、親しい近所付き合いはしていない、困った時に頼れる人がいない、会話が2週間に1回か、これ男性の比率がもう 倍とかね、それぐらいになってますけど、ここ大きい問題ですよね。今日のまさしく孤独のおじさん。そうですね、先ほどね、最近若い女性の孤独って言いましたけど、やっぱり多分男性の方が孤独の体制は高いっていうなんか調査は確かにあるんですね。だからある程度は耐えられる、で耐えてるうちにものすごくこう孤立してしまうっていうケースもある。耐えられるがゆえに、耐えられるがゆえにね、女性はやっぱり耐えられないので、だからこう誰かに相談をするとかですね、うん、まあ、そういったこう動作が出るわけですけれども、うん、男性の場合はそういったやっぱり耐えてこそ男性なんだから、うん、やっぱり
ね、そんな弱音を吐いちゃいけないみたいな、やっぱり社会通念ってすごく強い。耐えられる方が重症化するってありますよね。だから例えばアルコール依存症ってお酒飲めない人になれないわけじゃないですか、はい、お酒強い人だからなっちゃうわけですよね。うつ病なんかもね、罹患率女性の方が高いですけど、自殺率圧倒的に男性ですよね。そう、まあ、多分だから言ってない、悪くしてるんですよ、まあ、体制は多分男性の方が一人でいることについては多分強いんでしょうね、うん、強いがゆえに重症化するという、うん、まあ、ところかなと思いますね、うん、で、まあ、で特に社会的役割がやっぱりこう会社とか、うん、そういったことがやっぱりそこを自分がつなぎ止めてるんで、その役割がちょっとね、また定年したとか、うん、まあ、例えば失業したとか、うん、でそういう時に、まあ、なってしまいました。まあ、だからちょっとあれですよね、まあ、孤独に陥りがちで、うん、人と喋んないと、特にだんだんある程度年もいってくるとですね、うんうん、客観性が保てなくなるんで、どんどん妄想的に変な風になっちゃうんですよね。でそうすると自分の中で順繰りなんか変な風に考えて、これは社会が悪いとかなんとかってなってくると、ひいてはもうなんかちょっと治安にも影響してくる可能性もありますし、まあ、最近よくあるまあ無差別的な凶悪犯罪って、ちょっと認知の歪みみたいなことをすごく感じる事例が多くて、大抵やっぱり目の前に相談できる人いなかった人多いですよね。だからやっぱそういったところとかも含めて、やっぱりその方だけの問題じゃなくて、これはやっぱ社会の問題かなと思いますね。やっぱりこう社会の非寛容、社会が非寛容になる、やはりこう一人だけでいると人に対する想像力というものが働かなくなって、やっぱりこう社会全体としてどうあるべきかっていうことを考えなくなるので、やっぱりあの社会全体として非常に非寛容になるっていうことが言われてますね。だから全体主義、あのドイツの全体主義、あれも実は根底に孤独があったっていうことをアナ・アレンツさんっていう方は言ってますけれども、やっぱり社会全体として、まあ、まあ不安になるっていう、そういったところはやっぱり孤独が及ぼす影響としてあると思うんですよね。そうですよね。なんか最近 YouTube の洗脳効果が高まってる気がするんですよね。要するに孤独で YouTube で似たようなものばっか浴びると、テレビ以上の洗脳効果がある気がしてて、まあ、ある種のね、もうだから YouTube には何の意思もないですけど、アルゴリズムがね、まあ、そうなってしまうから、まあ自分と似たような意見で、うん、まあ、確かに、まあ、そういった効果はあるかもしれないですね。うん、テレビ以上のなんか効果がある気がしてて、うん、同じ意見のものだけをずっと見てるとね、だからいろんな方の話を聞いて、うん、その人たちと折り合うっていう、そういうコミュニケーションの記憶があまりない、うん、となると、やっぱりもうひたすら自分と意見が合う YouTube を見て、それを深めていってしまう。将来的にはあれなんですかね、やっぱりこうちょっと AI とかが分析して、ちょっとそうじゃない意見とかもなんかこう栄養バランス考えてこう入れるようになってくるのかな。どうなんだろう、そこはできそうもない、できるんですかね。そうするとクリック率が下がりそうなんで、そうそう、確かにあんまり刺激的に良くないか。そうなっちゃうんですよね。まあそうね、まあ、でも確かにそうですね、やっぱ同じような意見ばっかりをね、自分から摂取してしまうっていう傾向はありますね。ちょっと岡本さんも書いてたんですけど、この八大禁忌症状ということで、さっきまさしくこういう風になっちゃうっていうおじさん、いやもうこういう、これすごいですね。もうそもそもあの、はい、うん、あのそういう方、私あの、ね、あの家庭教師としてですね、いろいろ話し方の、はい、うん、コーチングをしているんですけれども、うん、やっぱり結構中高年の男性と日々接する中でですね、うん、こういう方がいらっしゃるかなというふうな気がしていまして、全員じゃないですよ、あのさんみたいな違う方もいらっしゃる、佐々木さんみたいな違う方もいらっしゃる、こういう方もいらっしゃるので、もこういうこと言うから、あのすごい風当たりが強くなるので、はい、あのおじさんというよりおじさまというようにはしていますが、あのモテたいとか人とうまくやりたいと思ってらっしゃるのであれば、まあ自慢やめましょうよとか、人の話聞きましょうって申し上げるんだけれども、どうしてもやっぱり喋りたいみたいな方多いんですよね。おじさんの定義って、はい、あの客観性なきままに自分が審査員席に勝手に座る人だと思ってるんですよ。だから松本人志だったらいいじゃないですか。 M1 の審査員になってもみんなが認めてくれる。でも別にあなたに審査される覚えないけどって、勝手に審査員席に座るっていう、だからまあ それおじさんっぽいなって思うんですよね。はで別にだからまあ年長者だから審査員っていうか、松本人志の功績があるから審査員になってるんですよね。だからまあそうじゃないっていうところで、まあ勝手に審査員席に座る感じだから、関根勤さんとかすごい大御所だけど、あんまりおじさんっぽくないのは、ちゃんとまだひな壇座って変な感じしないですよ。まだ自分からまだチャレンジして新ネタやるじゃないですか。で別にまあ審査員席も座れるし、別にまあ MC もできるんですけど、うん、なんか勝手に審査員席に座ろうとすると、なんかそこおじさんっぽくなるというか、うん、もうまさにこの正直この自慢とか説教して人が寄ってきてくれる人は、うん、
よっぽどの功績がある人じゃないと、もう1000人に1人ぐらいかな。だからそうじゃなかったらやめといた方がいいですね。ただ私やっぱりこうね、ある人がマウン男性からマウント取ったら何も残らないって言ってて、あ、そうなんだ思ったんですよ、うん、でも鎌倉殿を毎週見てると確かに弱めを見せた時点で殺されるという中で生きてきたからやっぱりそうなっちゃうのかなってちょっと思いましたけど、どうなんでしょう。あまりやっぱり人とコラボレーションをするというのがやっぱり女性として、はい、うまくやっていくコツだったんですよね。でも男性やっぱりどうしてもコンペティションになる、コラボレーションじゃなく、やっぱりそこで生き残って女性を獲得して遺伝子を残していくっていうこと でそもそもがコンペティションであるということなので、やっぱりコミュニケーションのスタイルも競争マウントしがちっていうのは、まあ、これはもう DNA 的に仕方ないのかなって思うところはちょっとありますね、うん、そうですね。ただやっぱ日本韓国って、まあ、ある種儒教文化みたいなところで、うん、とはいえ年長者を敬うみたいな、うん、まあ、そういったことで今まで、まあ、多少威張っても多少自慢してもうわって思われるかもしれないけど、一応社会が、まあ、ある種寛容、もしくはその、まあ、年長威張るおじさんに寛容だった国だったんだけども、うん、多分今どちらかというとある種の、まあ、外貨というか、外貨じゃなくても、まあ、市場価値っていうところだったと、うん、多分経験よりもテクノロジーの知識とか若い人の方がどんどん多分高くなっちゃうじゃないですか、うん、それでさらに儒教的な要素も、まあ、日本もそうだし韓国ですらそうですね、少し昔より弱まってると、はい、そうなるとますます多分説教とか自慢とか威張るとか、あの昔話とか、これ多分孤独化が多分進むんですよ。だからもうあのそれでも、まあ、前はまだ経験にまだ、まあ、自慢8割だけど2割ぐらい経験に役立つことがあったりとか、まあ、あと、まあ、儒教文化的なところで、まあ、そこを許してもらえる素地があったけど、今まで以上にどん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 なくなってくるんで、そうなってくるとやっぱちょっとね、これはちょっと、まあ、難しいんですけど、まあ、癖ですからね男性の。確かに、なんかその意味ではなんか人生100年時代ってなんか私来ない気もするんですよね、うん、女性は来るかもしれないですけど、男性この孤独な生活に耐えきれずにどっかで寿命止まっちゃう可能性もあるんじゃないかなと思って、まあ、でもやっぱ医療の発達はありますからね。それで、あとやっぱり健康的なものを食べますからね、やっぱりね、そうですね、太ったりするというのは。だからまあ個人としてできることとしてはやっぱり、まあ確かにこのちょっと出てきました、パート2いきましょうか。ちょっと暗い話ばっかり出てきて、はい、あのね、もうなんかどうしようもないみたいな話になって、はい、そうじゃなく、ね、この孤独なおじさんの問題を解決するために、うん、社会として、国として、ね、地域として、企業として、個人として何ができるか、そこの人と希望を語っていきたいなと。いうふうに思うんですけど、ね、今個人って話してました、うん、まあ、どうでしょう、そうですね、まあ、個人と、まあ、要するに会社、うん、地域と、まあ、国みたいな話があるんですけど、やっぱ個人としては、やっぱりね、まあ、今からでも遅くないですから、やっぱりさっきの八大禁忌でしたっけ、自慢ダメ出し、全部読み上げましょうか、これもそうですね、これ六つり親父、威張る親父、ダメ出し親父、説教親父、昔話同じ親父、自慢親父、切れる親父、文句親父、なんか親父ろくでもないみたいな感じ。まあそうですね、うん、あのやっぱりね、僕あのすごく仲いい友人で、週刊誌の、編集長の友人がいるんですけれども、うん、やっぱり、まあ、ある程度おじさんになってくると新しい情報を得たい人いっぱいいるんですって、うん、ただ新しい価値観を得たい人はあんまりいないと、はあ、だから情報のアップデートはしたいんだけど、価値観のアップデートをちょっと雑誌が提示すると途端に部数下がると。だからやっぱり新しい価値観だから、情報は意外と取ってるんですよ、結構おじさんも、うんうん、ただ価値観のアップデートはね簡単ではなくって、だからやっぱここはだからやっぱりそうなってくるんですよ、まあ、僕も含めて多分ですけども、うん、あのですのでやっぱり、まあ、そういった人間っていうのはただ一方で自己突っ込みができる生き物でもあるんですね、動物と違って、うん、自分は今こう言ってないかな、こうなってないかなっていう、まあ、自己検閲、まあ、客観性とも言いますけど、まあ、こういったある種のなんか、まあ、あの自分に検閲ソフトを、まあまあ、インストールしておくと、うん、まあちょっとね、まあ、たまにねちょっとこう、うん、まあ、もう頭の中にちょっとウイルスバスターとノートン両陣に入れちゃってエクセル動かなくなるみたいな、重すぎる、なんかちょっと検閲が重くなりすぎるとこじらせるんですけど、まあちょっとこう自己検閲、まあ、客観性みたいなところですね、ところがまあ個人としてできることとしては大事ですね。僕はやっぱ関根勤さんとかうっちゃんとか、ここ最近若い人に好感度高い人ってあんま圧が強くないですよね、やっぱりね、星野仙一さん的な圧が強いのは星野仙一さんだから許されてるわけであって、そのカリスマ性がある人はあんまりいないと思うんで、はあ、大室さん60、70になってもなんか一人で喋りまくってそうですね、多分ちょっと情報量の多い高田純次みたいな
幸せそうな。いやもうモテると思います。はい。岡本さん個人の観点からまず何ができますでしょうか。個人の観点、そうですね。うん、ちょっとその前にですね、うん、一言言いたいのは、うん、実はこれ日本だけの問題じゃなくて、世界で本当に大問題になっていまして、はい、最近ある心理学誌に発表されたその記事がですね、すごいアメリカでバズったんですよ。それがThe Rise of Lonely Single Men って言って、寂しいシングル男性が増えているっていう記事。これは当たり前だと思ったんですけど、アメリカではものすごいバズって、なんでかっていうと、要するにもう女性がもう別になんていうのかな、お金がある人と結婚するとか容姿がいい人と結婚するじゃなくて、コミュ力があって共感力があってちゃんと価値観が合う人としかもう結婚しない、デートしないってなってるから、もう男性はどん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 シングルになってくんだよっていう話だったんですね。日本でよく話だけどと思ったんですが、アメリカって案外こうマッチョな男性が俺のについてこいよみたいなのがかっこいいと思って、案外古いんですよね、はい、なのでそれを価値観を変えなさいということを心理学者が言ったら、もうそんなわけないだろうって言って、もう男性をそのヘイトメールをその心理学者に出したぐらいなことで、だから要するに価値観を塗り替えなきゃ、まずでも価値観を変えるのは難しいっていうことですけども、女性が求めるものも違う、社会が求めているものも違うっていうこと、パラダイムシフトが起きているんだってことを本当に認識しないとやっぱっていうのをですね、今アメリカでも大騒ぎになってて、それは、ね、日本でも結構そういう話になってますけども、うん、参考とか言うんじゃないんだね、家事手伝ってくれて、コミュニケーション高くて分かるよって言ってほしいんだよっていうことでもね、やっぱり喋らなきゃ、僕は喋らなきゃ自分の良さは分からないじゃんとかって結構おっしゃるおじさんとかいるんですよね、うん、いや、うん、いいんです、聞いてあげてくださいって言っても、いやそれは分からないっておっしゃるんですけど、ちょっとやっぱすごく大きな価値観の変化が訪れているということを認識するというのはすごく大事だなというふうに気がするんですよね。はあ、そういう意味では日本の方が良くも悪くもちょっと進んでたのかもしれないですね。案外そうですね。アメリカではびっくりしてて、いやそんなことはないだろうと、マッチョなやっぱりこのこういう男がやっぱりモテるはずだって、はあ、違うって日本人がね、まあ、イメージするアメリカというと西海岸とかニューヨークとか、あれアメリカでもすごく特殊なところですからね。まあほとんどのアメリカって結構いまだにやっぱ強い男みたいな、やっぱり西部劇的なやっぱありますよね、一つね。そうですね、その前提の上で個人として、そうですね、はい、どうするか、それで個人としてということなんですけれども、やっぱり私先生が作った言葉でつながりのポートフォリオって、いいことをおっしゃるなと思ったんですけど、規制緩和の次はポートフォリオ、そう、もう私も規制緩和、ポートフォリオを組み出さなきゃいけない、まさにそうだと思っていて、やっぱり日本のそのつながりっていうのはもう筋子的つながりだったと思うんですね。もうべったりくっついて、あれって言ってもなんかいくらになった時点でくしゃって、ね、行ってしまうということなので、もっとクモの巣のようにこう薄くてもいいから、弱くてもいいから、いくつもいくつもやっぱりつながりを持っていた方がいいんじゃないかなと思うんですね。別にすごいもう友達じゃなくてもいいですよ、親友なんかいなくても私は生きていけると思うんですけど、ただやっぱり知り合いとか何かあったらちょっと相談できる相手とか、そういった意味ではこうおしゃべりができたりとかですね、ちょっとつながる力、ある程度のコミュニケーション力みたいなものはこう鍛えていく必要があるんじゃないかなというのが、やっぱり個人としてはぜひコミュ力をというふうに思うんですが、これが難しいみたいですけど、ね、具体的にどうすればいいですか。まず岡本さんの著作を買った方がいいと思うんですけど、いやいや、ありがとうございます。どうやって鍛えればいいですか。そこでですね、本当にシンプルにですね、挨拶をしましょうとか、挨拶しない親父多いですよね。そうですよ、うなずき、あれ多いよな。そう、うなずきましょうとか、ありがとうと言いましょうとか、ね、褒めてあげましょうって、これが難しいらしいんですよね。非常にその実に簡単なあいうえおで、ありがとう、いいね、うんうん、ね、笑顔、お礼っていうふうに書いたんですけど、ちょっとね、笑顔を見せるぐらいなら死んだ方がマシだってコメントいただきましたね。相当叩かれたんですね。いやもうそれも本当トラウマになっていて、折れますね、もうね。なのでもう、やっぱコミュニケーションじゃ変えましょうっていうのは相当ハードルが高いんだから。そうですね。今日どうしたらいいんですか。けどそこ破らないと。ね、孤独な、やっぱり世代間によりますね。若い世代は割と、なんていうんですかね、そういったその男、旧来型の男らしさにこだわっていないので、男らしさの抑圧からね、少し逃れる自由ですから、はい、なんかもううちの息子とか見てると、なんかなんていうのかな、本当女の子みたいなコミュニケーションしたりしますよね、みたいなって言って、ちょっと言い方があれですけれども、かつての女性が例えば誕生日にケーキ焼いていくとか、へーとかって、もういいじゃんとか思うんですけど、常識は違うんだと思うんですよね。そういう意味ではやっぱり人類環境適応をちゃんとしてきてはいると環境だと思うんですけれども、そういう意味ではもう60、70になって出来上がってしまって、じゃあコミュニケーション今から変えていきましょうというのはかなり難しい。だからやっぱ環境を変えていく、その本人ご本人がもちろんっていうのはあるんですけれども、
置く身を置く環境、まあ、それこそ山笠に今からできるかどうかわからないですけれども、うん、まあ、移住というのもあるかもしれないですし、うん、そういった環境を変えていくという方がもしかしたら楽かなと思うところありますよね。一般的な会はないと思うんですけど、例えば仕事辞めた今65歳としましょう、それで結構一人の時間が長いとしたら何すればいいんですかね。趣味ですよね。趣味か、やっぱり趣味とか、うん、やっぱりなんかこうテーマがあった方が多分、うん、特に男性、うん、テーマがあった方がコミュニケーションができると思うので、うん、まあ、自分のそれこそ得意なこととかで、まあ、近所とかで、まあ、何か趣味とか、ただ日本はそれを用意してくれるところが、まあ、あんまりないんですよね、はい、ただやっぱり今一番いいのはやっぱ自分の得意なところだと、得意なところだけ饒舌になるおじさんいるじゃないですか、はい、だからそれを人間需給バランスですから、そこは必要としてくれるところが探せればいいんですけど、やっぱこう仕事って大きいですよね、比重がね、非常にね、はい、もう何らかの形でこう仕事を続けられる、いや仕事嫌だっておっしゃってるけれども、でもやっぱり随分とこう自分の人生支えてきたんだなって失って分かる方多いと思うんですけれども、うん、やっぱりこう何らかの形で今仕事というか、まあ、ジョブですよね、うん、なんかというで、やっぱり今やっぱ人手不足ですし、はい、いろんな形で役に立てることはたくさんあると思うんですよね。もうあの先生が足りないであるとか、ね、うん、保護者が足りないであるとか、いろんなことが言われている中で、うん、そのマッチングはやっぱりなかなかうまくいっていない。そうなんですよね、その問題はよく聞くんですけど、なんかね、ま、なんかうまくいかないですよね、マッチング。定年したおじ、ね、まあ、定年した方の特に男性ですけども、うん、まあ、そういった方をうまく、ね、まあ、経験値もありますからということで、まあ、いろいろな、まあ、それこそそういうボランティアとか NPO とかでも欲してるっていうんですけど、やっぱり、うん、そのいわゆる孤独にならない、コミュ力ある人ばっかり人気になるんですよ。そりゃそうですよねまあそれはだからそうなりますよね、うん、だからまあなかなか難しい、まあ、自分から歩み寄ったりとかですね、うん、まあ、その若い人、立場が違う人の話が聞ける人っていうのは、うん、そもそも孤独にならないので、うん、そうですよね、まあ、そうじゃない方をまあどうするか、だからそれはまあ個人としてはまあ、うん、こうしましょうって予防は言えるけど、治療はそうちょっと難しくて、やっぱ社会とかコミュニティとかがやっぱりこうおせっかい焼くしかないのかなと思いますけど。ああ、けど岡本さん孤独研究家としてやっぱおじさま大好きって言ってるじゃないですか。おじさまの幸せのために生きてるみたいなこともおっしゃってましたよね。それで今までいろんなことされてきたと思うんですけど、効果あったこと、これ結構手応えあったかなっていうのはないんですか。そうですね。じゃあコミュニケーションって言ってもなかなか変えられませんっておっしゃるので。もうあの幾度にですね、それは素晴らしいっていうのはスナックですね、はあ、スナック、はあ、もう本当にあのいろんなところでスナック作って、すごいもうそこスナックのコミュニティって楽しそうですよね。楽しいと思いますね。そういうのをいっぱいあって、そこをいくつか持っとく。そうするとですね、なぜスナックがいいかというと、やっぱファシリテーターがいるわけですね。ダメ、喋りすぎちゃダメだ、ほらね、ちょっと、はい、聞いてあげてとか、うん、そういう、まあ、ママというそのファシリテーターがいると上手にこうできるんじゃないかなって思います。アマチュアみたいな世界ですよね、うん、ドラマのアマチュアの時みたいな、同じとこにねが詰まって、はあ、スナックってけどあるんですか今、なんかあんまり見ないなと思って、まあ、コロナでこういう時期ですからね、コロナ結構ね、うん、まあ、ちょっと一番コミュニケーション、まあ、そろそろまたねある程度復活してくるんじゃないかと思いますけど、いや多いですよ、地方とか行くと ね、そうそう、だからすごくそこのコミュニティはいいなと思いました、ね、東京でもね今若い人流行ってますからね、うん、孤独な人って東京に多そうですよね。そうですね、そうですね、都市圏に多そうですよね、多いですね、したら都市にもっとスナックが必要ってことですかね。でも大体孤独で定年後の孤独になっちゃう人ってまあニュータウンとかに住んでる方多いですよ、うん、でスナックとかないんですよ一番、うん、確かに確かに、ただやっぱり少し意識が高かったりするんで、うん、意外とだからスポーツジムとか行ってる人結構多いですね。ただあれもね、なんかそこでコミュニケーションが生まれるおじさん、そこでも一人、そこでもなんかこう修行するぞみたいな一人になっちゃう人とまた別れるんですけど、私のジムだとよく説教してるおじさんいますねまだがなってないみたいな、ちょっと怒鳴り出す人が、まあ、勝手に教えちゃう人ね、はい、だけど相性も必要ですよね、教え、ま、いや必要でしょうかね、教え間より教えられ間になってほしいなと思うんですけれどもね、なかなかそこは難しいので、はい、スナック的なものが、スナックも必要だし、スナック的なものが必要なんですね。スナックの抽象化されたスナック的な機能があるもの、機能的なもの、まあ、あと会社の雑談でも別にタバコ吸えとは言ってないですけど、喫煙所的なものは大事ですから、うん、そうなんですよ ね、コロナになってコミュニケーションがどんなふうに変化したのかっていうのは自分の会社で調査したんですけども、うん、やっぱりコミュニケーション量減ったって方ものすごく多いんですよね、うん、でなんでですかっていうと、やっぱ男性の1位はやっぱりお酒を飲む機会が減ったから、もう飲みニケーションっていうのが減ったのが一番痛手だっておっしゃってて、やっぱり
ね、緩むんですよね。なんかあのこうお酒を飲むと抑制が取れる。そう、抑制が取れる。そうそうそうなんですよ。すごく抑制かけてるんじゃないかと思うんですね、うん、常に男性の方は。そこを取る意味では僕適量なお酒とか、はい、っていうのは悪くないんじゃないかなと思い、どうでしょうかね。本当に全くお酒を飲まないでもう孤立する人と、ちょっとぐらいお酒を飲んでみんなとおしゃべりする人と、どちら健康かって言ったら、まあ、確かにさっきの孤独だとね、まあ、タバコ何本吸ったっていうようなお話を考えると、うん、まあ、人間って一つを良くすれば一つがリュービックキューブみたいに複雑なんで、うんうん、別にお酒飲めばこれが体に悪いとか、タバコが体悪いとか、これこっち回したらこっちがこうなっちゃったり、複雑なものなので、まあ、それを統合的に考えると、僕はその、まあ、コミュニケーション苦手な方がある程度飲んで、それで喋れるんであれば、それはそれでいいと思ってますけどね。確かにね、うん、やっぱりなんかこう社会的処方箋ってね、うん、まあ、イギリスなんかはまあ孤独であると、うん、じゃあこういったことでダンス教室でも行きなさいみたいな、こういったことをお医者さんがお勧めするっていうような、お医者さんが勧めるんですね、っていうのがあるみたいなんですけれども、うん、こう例えばテレビなんかでもやっぱり健康のためにはこれを食べましょうっていうことは言うんだけど、うん、健康のためにつながりましょうっていう人っていないですよね、はい、でやっぱりこう一人で耐える力みたいな形でですね、そこはあまり健康に関係ないっていうふうに、あまりそこに触れられることがないので、やっぱりこう意識として皆さんがやっぱりその孤独のリスクみたいなものをこうもっとこう啓発していくような流れがないと、やっぱそれでいいんだろう、食べ物だけ気をつけてればいいだろうとか、まあ、それこそマスクしてればいいだろうみたいな形になってしまっていて、その価値があまり伝わってないですよね。運動に通ってる方とそこに一緒にいるだけの人でも健康に効果があったっていうぐらい、やっぱりもうだからやっぱり人とつながりがあるってことでしょうね。だからやっぱそういうぐらい人間っていうのは一人になると健康に悪いんですよ。僕は予防医学の分野ではずっと今言われているところなんで、まあ、健康にも悪いですし、ひいてはね、まあなんか本当に治安にも影響してくると思うので、うん、まさにイギリスの例書いてましたけど、その例えばウォーキングフットボールでしたっけ、はい、なんかそういうのやったり、結構社会としてその孤独な男性、まあ、男性に限らず人を救うための制度化されてますよね。やっぱりその意識がすごく高いんですよね、うん、社会としてこの問題に取り組まなきゃいけないということで、うん、国民的合意があるんですよね。だから孤独がいいものだとか、うん、そういうことを言う人は誰もいなくてですね、やっぱりいろんな例えば NPO とかがたくさんあって、うん、そこの対策に取り組んでいますね。でウォーキングフットボールというのはやっぱりスポーツとか、いいですね、何かこういったそのテーマがないとなかなかコミュニケーションができないので、うん、じゃあサッカーやりましょう、でも走るのは難しいから、じゃあ歩くサッカーとか、うん、あとは DIY とか物作ったりするのを結構、それいい、それ好きな人多そうですね。そうなんで、うん、そういう公民館みたいなところに工具とかいろんなもの揃えて、そこに来てくださいと、孤独という言葉一切使わずに物作りに来ませんか、でそこでこう皆さん集まってこうお話をしながら、こうやってどうやって作ったらいいかななんて言いながらお話が生まれるっていうようなところとか、なんかいろいろとこう対策をしているんですよね。なんか地域の廃校とかをそういうシニア向けの学校にしたらどうなんですかね。みんなで来て図画工作したりとか楽しめる、まあ、でもその学校が嫌だったかもしれないな。まだプライドが高いですよ。それなんですよ、プライドなんですよ。プライドが高いから、まあ、そこをまあどう、うん、だからこうどちらかというとなんかこう来てって言われたから壊れてやってきたみたいな、もうなんか面倒くさいんですよ、うん、だから、ね、ボランティアって名前じゃダメなんで、それに変わる言葉を生まないといけないと思います、うん、だからボランティアってくると、うん、いや来ないけど地域再生コーディネーターとか言って言うと皆さんやりますっていうこと、多分役職を与えると皆さん喜ぶとかね、ありますよね。だから地域のなんかそういう役職なんですって言ってなんか一緒にやってもらうとか、うん、今孤独担当大臣って日本もできたんでしたっけ、はい、多分世界で2番目ぐらいですかね、うん、イギリスの次ですよね、はい、そこ就職されたらどうですか、え、またもういろんなこと、いやいや岡本さんがそこでいろんなね政策とか、いやいや浅木さん宮内庁の広報担当やれってこの前言ってましたけど、いろんなこと、いろんな、そんないろんなことはできないんですが、いやいやいや、なかなか難しいですね。私は本当にだから、うん、じゃあみんな仲良くいろいろつながりたいなとかって、うん、おっしゃってくださる方がいっぱいいるかなと思ってたので、うん、その反応が意外で、あ、これはなかなか難しい問題だなって思ってるんですよね。痛いとこ疲れると人はね、やっぱりそうですね、確かにな。あと岡本さん本の中でもこの3つの3丸がありましたよね、ネタを見つける3つの質問、これちょっと最後に話してもらっていいですか、
はい、やはりその、まあ、自分がやりたいことでやっぱり社会が求めるもので、まあ、これはあの転職とかでも同じなんですけど、自分がやっぱり やってて本当楽しいものって何なんだろうかっていうことを考えて、そこで何かこう社会がね、自分がすごい楽しいんだけど社会があんまり求めてないものだったら、ね、なかなかこう社会で人とつながれないかもしれないですけれども、そういったものをこういくつかこう自分の中でリストアップしていって、どこかでこうつながれると思うんです。やっぱりあの人を通じてコミュニケーションって割と苦手なんですよ。物を好きですよね。だから物を、好きなものを通じてやっぱりコミュニケーションを取ればいいと思うので、あの共感しましょうって言って、まあ、無理だっていう、じゃ あこのものいいよね、これどうとか言って、これ俺のがとかっていう、その物を通じてつながることもできるので、いろんな形でそのコミュニケーションを取っていけると思うんですよね。だから得意なもの、好きなもの、夢中になるものっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、作りのところもなんかシニアアーティストって呼んだりして、すごいかっこよくしていったりかもしれないですね。なんかやっぱり少しこう、シニアっていらないか、シニアってアーティストっぽく、確かにね、なんか役割とかね、まあ、そういったこと大事かなと思いますね。そうですね。いや、ありがとうございます。本日は深い分析と貴重な提案ありがとうございました。それでは最後に、日本の孤独なおじさんを救うためにラストメッセージをいただければと思います。まず大室さんからお願いいたします。はい、じゃあここはですね、この甘えて OK って書きました。ただし、まあ、自覚的に甘えましょう、要項要領を守ってということですね。まあ、けど日本的なコミュニケーションってやっぱ甘えというところはまあ不可分なんですよね。特に男性の場合は、人に甘えずに自分で自立して生活できるっていうことが、まあ、なんか大きな、あのなんか大人になることだと思いますけども、まあ、なんか大人になるってことは依存先を増やすとか、まあ、そういうことって言われるようにですね、まあ、非常にこの自覚的に、まあ、あの甘えることっていうのを、まあ、うまく使うというのかな、まあ、そういった社会とかコミュニティとか家族以外の方とか、まあ、いろんなところ、まあ、いろんな、まあ、その窓口みたいなところに甘えられるみたいなことをうまいこと、だからその僕のつながりのポートフォリオみたいなお話にもちょっとつながるんですけど、まあ、こんな形で、メッセージとしたいと思います。ありがとうございます。大室さんは甘え上手ですか？僕もね、実はあんまりうまくなかったんですけれども、まあ、最近はどちらかというと、まあ、この年になるとできないことも多い、できないこともまあ多いので、まあ、できないことはある程度甘えておこうかなと。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて岡本さん、お願いいたします。はい、はい、お、誰もが誰かの孤独を癒す存在になれる、いい言葉ということで、本当に今孤独な人がたくさん増えていると思うんですね。それでやっぱりイギリスなんかでもですね、やっぱりこう孤独を癒すことによって自分の孤独も癒える、誰かの孤独を癒せば自分の孤独も癒える、誰かに手を伸ばして誰かに話しかけて、そうするとですね、皆さん自身の孤独も癒えていくということなので、やっぱり手を取り合いましょう、つながりましょうということです。大室さんのメッセージと相通ずるとかありますね。甘えて OK、 お互いが癒そうということですね。なんかここに本がありますけど、なんかこれ何の振っていただいて、はい、あの、はい、ということでですね、ちょっとこのおじさんの本はですね、はい、すみません、残念ながら私の意図に反して、まあ、ある程度売れたんですけれどもやっぱりですね、こういう本よりももっと皆さんのお役に立ちたいということで実践的にこうつながる方法をたくさんこう記しておりますので、もしよかったらお手に取って試してみてください。本当に簡単に人とつながります。ということで、あの雑談力の本でございます。この雑談力のポイント30秒で言うと何ですか？どうやったら30秒で雑談力つきますか？そうですね、はい、もう2つ質問しましょうということですね。もう一つ目のとっかかりの質問、皆さんどうしても喋りたがるんですけれども、まず質問から入ると人は嬉しがりますよって聞いてほしいから、自分の話なので、まず喋るよりは2つだけ質問してみてくださいというのがポイントでしょうか。わかります。ということで、よろしくお願いします。これ売れてるんですか？まあまあです。はい、多分売れてますということで、ありがとうございました。今日は岡本さん、大室さん、あの本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。今後もピボットトークでは、経済社会の重要テーマについて専門家の方とともに未来への示唆をですね、導き出していきたいと思います。皆さん、ピボットトーク次回もお楽しみに。